こんにちは、あふみです。今回はですね、サンリオキャラクターズコラボガチャの交換所の解説やっていこうと思います。まあ、今回ねやっていくのは新しいキャラの交換の解説なので、前々からいたこの上の5体かなは、一旦除いた解説になります。まあ、一応ねこの古いキティの中でもどれがおすすめか気になるっていう方のために、もう初っ端、最初にちょろっとだけ解説というかおすすめキャラを言っておくと、一番上の木の大魔女ハローキティですね。唯一スキブが4で暖房3持ちということで、周回でね、ゼラキティ詰めて周回してる方多いと思うんですが、そういう周回をよくする方は交換めちゃくちゃおすすめです。そして、闇の大魔女ハローキティもですね、こちらはもうリーダーとしてとても優秀です。リーダーの時、卵ドロップ率が少し上昇、ドロップを消すと固定50万ダメージ、ドロップ率上昇に加えて、このドロップ固定、ドロップを消すと固定50万はね、あんまり使う機会は少ないんだけど、このね、始めたばっかりの方とかね、ノマダンの最初の方、この固定だけで飛ばしていけるので、そういう面でもかなり楽なリーダーかなって思っております。この2体かな、古いキャラでおすすめで言うと。続きまして、新キャラの交換おすすめ解説。こっからが本編なんですが、もう1位からいっちゃおう。一番おすすめなのは、皆さんもね、お気づきかと思いますが、森奥の大魔女でいいのかな？ハローキティ。アルジェキティですね。これもう話題になってますけども、進化前バインドスキブスキブ封印指、5色攻撃強化リーダースキルで、20ターンで変身ですね。で、変身後が、バインド封印指2秒分5色が4つガドブレで、スキルが1ターンの間ダメージ無効を貫通、自分の条件が30億になるすいません、全ドロップのロックを解除し5属性に変化。リーダースキルが5色同時攻撃でダメージを激減、攻撃力が26倍、固定1ダメージ3コンボ加算、ドロップを消した時回復力 ×15 倍の HP を回復ということで、これは結構隙のないいいキャラだと思います。もちろんね、5色組まなきゃ、リーダースキルでいうとね5色組まなきゃいけないっていうところはあるんですけど、自身がね5色陣なので、3体いれば必ず欠損することはないですね。ルーレットとかもいらなくなると。で、あとカイドウとかもね、6色陣で噛み合うしね、3ターンでいいかなっていう思います。で、スキルに関しても5色陣で回復作んないやんっていうところなんですけど、リーダーで使う場合はね、ドロップを消した時回復力 ×15 倍の HP を回復ということで、これかなり回復できます。リーダーフレで ×何倍ですか？ちょっと計算できないけど、これね、全然半分以下からでも全回復できるぐらいの回復力なので、そこも問題ないかなっていうところですね。私もさっきちょろっと使ってみたんですが、かなりね快適だったんで、もしかしたらねルフィとか持ってる方からしたら、ルフィいたらいらないっていうのもあるかもしんないけど、スキルがまずめちゃくちゃ強いので、サブ運用でも全然取っとくのありかなって思っております。めちゃくちゃ強いと思います。余裕があるならね2体欲しいよね。3体でループできるんで、フレンド借りるとして2体欲しいかなっていうところですね。そして、続きましておすすめが、妖怪の大魔女かな、妖怪の大魔女ハローキティ、ノルザキティになります。これもね結構注目されてるんですが、変身前がバインドスキブスキブ封印で自動回復プラス、超つなぎ消し強化で20ターン変身ですね。で、変身後がバインド封印自動回復プラスが2つ、超つなぎ消しが2つ、水の列が2つ、コンボドロップ生成が1つ。見てわかる通り完全に周回特化したキャラになっております。で、スキルが消せないドロップと覚醒無効を全回復、ドロップのロックを解除し上段横2列を水に変化ということで、しっかりね自分自身が欲しい水の量を生成しつつ、
攻撃していけるっていう感じですね。でリーダースキルが水を10個以上つなげて消すとダメージを激減、攻撃力が9倍固定300万ダメージ、スキル使用時攻撃力が3倍。でまあ気になるところで言えば変身キャラなんで、まあ、上限42億が出ないっていう、まあ、副属性合わせて42億になっちゃうっていうところがちょっと気になるかなっていう感じですね。であとスキルが4ターンなので4体入れれば、まあ、ループはできますけど、変身キャラなんでやっぱりスキブも少ないし、まあ、その辺はないろいろね試行錯誤が必要なキャラというかパーティー編成になってくるかなっていうところはありますが、強いは強いと思いますので、交換の玉に余裕がある方は交換してはいかがでしょう。続きましておすすめ第3位、ファスカキリになります。変身前が、バインドスキブスキブ封印指1秒超10強ですね。で20ターン変身で、変身後がバインド封印指が3秒10強3つ、十字が1個で、スキルが消せないバインド各攻め口全回復1ターン内ら5コンボ加算。でリーダースキルが、変身前76ですね、76でドロップの6個消し1個につき3コンボ加算、14コンボ以上でダメージを 70% 軽減、攻撃力が35倍。まあ、私が気になるので言えばリーダースキルに固定追撃がないっていうところかな。まあ、76で6個消しはできるにしても、まあ、あとちょっと軽減 70% もうちょい欲しいというところも若干ありつつ、固定追撃がないので、まあ、相方はファスカキティじゃないのかなっていうところですよね。なかなか難しそう、そこが難しそうではあるんですが、スキル結構優秀だと思ってて、4ターンで、3種全回復の5コンボ加算。これまあ何回も言ってるんですけど、コンボ減少があるダンジョンにおいてはコンボ加算のスキルのねキャラって結構重宝されるし、まあ、現状多分そんなに多くないと思うんだよね。そのしっかりと覚醒がしっかりとしてるコンボ加算キャラっていう、ワンピースで言うとね、ニコロビンみたいな、2ターンの間5コンボ加算みたいなキャラが、ああいうダンジョンにおいては結構必須になってくるんじゃないかなっていうところで、私は結構ファスカキティを推しております。っていう感じですかね。で、3体紹介して、残りがレムーとネレなんですけど、まあ、どちらも、全然弱くはないんですが、まあ、別に交換する、ほどではないかなっていうところかな。でもレムキティね、さっき動画上げてサンリオキャラクターズランドとかでリーダーとして使ってみたんですが、まあ、全然強いは強いんですけど、まあ、他にもいいキャラいるよねっていうところで、まあ、別にレムキティを無理して取る必要はないかなっていう感じですね。まあでも一応言っとくと、スキルがねランダムでルーレット1個生成が3ターンの間続くので、まあ、自分でループできるっていうところは強みですね。あと、まあ、上限値も30億になるので、まあ、変身キャラでもしっかり副属性合わせて60億出ていくっていうところはいいかなと思っております。そして、最後ネレキティですね。ネレキティね、結構尖らせましたね。一番尖ってますね。変身後がねバインド10強4つっていう、副属性までしっかり完走するんだろうけど、使いどころはやっぱり難しくなってくるのかなっていう。でリーダースキルも闇属性の HP と攻撃力が4倍、操作時間が3秒延長、闇の6個消し1個につき攻撃力が3倍、2コンボ加算。やっぱ闇パーで言うとさ、もう他に強いやつがいすぎて、ブラックバード、まあブラックバードもそうだし、ミストバーンか、ミストバーンとかね無双してますから、イラストめちゃくちゃ可愛いのにな。はい、そんな感じで、私のおすすめキャラでした。まあ多分このアカウントも何個か、まあ1体か2体交換すると思うので、その時はまた別で動画を出したいと思います。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。